皆さんこんにちは、谷本孝義です。今回7月にですね、南米ツアーに行っていただけるということで非常に楽しみにしています。僕はですね、みんな知っているかと思いますが、デジモンテイマーズ、それから金色のガッシュベル、それからドラゴンボールカイなどアニメソングをたくさん歌っています。昨年はですね、ブラジルのレシフェっていうところで歌わせていただきました。その時はですね、たくさんの人に来ていただいて、みんなね、同じように歌詞を覚えてもらって一緒に歌ってもらったのをね、昨日のように覚えています。本当に感動しました。それから、ちょっと話は変わるんですけれども、日本は今、震災の真っ只中で、世界各国の温かいご支援の中、復旧作業一丸となって戦っています。皆さんの温かい声援も日本にちゃんと届いています。本当にありがとうございます。僕も日本の元気なところを皆さんに少しでもお見せできるよう、7月はエキサイティングしていきますんで、みんな楽しみにしておいてください。それでは、そうしゃげ過激過激にやらかに行こうぜ、燃えよ明日を変えるために激励。